いよいよ FIFA ワールドカップカタール大会も残すところ決勝のみとなりました。世界中のサッカーファンが注目するこの試合、実況は私西岡明彦、解説は元日本代表福西崇史さんで、ルサイルスタジアムからお送りします。世界王者の座をめぐる戦いもついに大一番、アルゼンチンがフランスと戦います。ついに決勝ですね。ここまでの厳しい戦いを勝ち上がってきたチームですから、どちらが王者になっても不思議ではありません。ワールドカップの優勝をかけた戦いのキックオフまであと少し、こうなるともう待ちきれませんね。アルゼンチン代表のスタメンをご覧ください。ゴールキーパーはエミリアーノ・マルティネス、オタメンディとロメロがセンターバックに、攻撃の布陣は2トップのようです。息の合ったプレーに期待しましょう。フランスのスターティングメンバーを見ていきましょう。ゴールキーパーはロリス、ラファエル・バランとサリバがセンターバックに、ラビオとフォファナが中盤の真ん中、そしてトップはジルーです。さあキックオフ、FIFA ワールドカップ決勝戦前半のスタートです。フォファナ、ラファエル・バラン、ウスマン・デンベレ、これはまずいパスでした。相手に渡ります。アルバレス、チャンスになる、中を狙ってきました。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。フリアン・アルバレス狙ってきた、キーパーが確実にセーブしました。高い位置でボールを取った、このシュートは枠の外、威力はあったもののわずかに外れました。ラビオ、ボールはグリーズマンへ、オリビエ・ジルー、フランス得意の形でゴールを奪えるか。いいところにパスを出しました。ああ、これはオフサイドですね。誰もが活躍を期待するメッシです。福西さんはこの選手のどんな点に注目していますか？パスワークが持ち味ですね。ここぞというところにボールを出せる選手です。デンベレ、デンベレのクロス止めた、しかしボールが手についていない。レフェリーがアルゼンチンのフリーキックを指示しました。さっきのチャンスはセーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。しかし積極的に攻めていますから、勝ち越し点を上げるのも時間の問題かもしれません。さあこれをきっかけにして攻めていけるでしょうか。
タックルでボールを取り返しました。メッシ、攻撃はここで止められます。まだ立てません。どうでしょうか。サリバ、ウスマン・デンベレ、ディフェンスがうまく対応。アルゼンチンがサイドに空いたスペースを使っていきます。タックルで危機を出しました。サポーターもシュートを期待しています。ロリスのダイビングセーブ。このコーナーは誰に蹴るか。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。ホイッスル、フランスボールです。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。ドリブルで持ち込んでいます。ファーを狙った。このチャンスは生かせません。試合はゴールキックで再開されます。これを止める。ゴールを割らせません。さあフランスのコーナーキックです。現在同点、リードするチャンスです。グリーズマンのコーナー、アルゼンチンにフリーキックが与えられました。先ほどのタックルでどうやら怪我をしたようですね。モリーナ、フランスボールになったようです。味方につなぐこともできます。これはキーパーのボールになります。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。フランスがボールをキープ。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。ここでボールを取り返しました。ここはナイスタックル。タッチラインにクリアしました。ここで抜いてきた。待っているのはエンバペ。決まった。 FIFA ワールドカップ決勝、先制点を挙げたのはフランスです。リプレイを見ましょうか。この突破で一気にチャンスになりましたね。そしてエンバペのヘディングでフィニッシュ。タイミングもコースも完璧、文句なしに見事なゴールでした。さてアルゼンチンボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。あっとパスミスでしょうか。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。キーパーに戻しました。厳しいプレッシャーを受けています。
ここでホイッスル、ルサイルスタジアムでの前半戦が終了です。さあ最後の45分となりました。 FIFA ワールドカップ決勝戦後半のスタートです。ボールはフランスへ。エンバペ、エンバペのクロスだ。これはキーパーが読んでいました。ナイスセーブでしょう。フェルナンデス、カウンターのチャンスが巡ってきた。守備への切り替えが遅れています。シュートは入るか。ゴール。同点となるシュートがネットを揺らしました。いやーすごい執念で試合を振り出しに戻しましたね。絶対に優勝するという気迫を感じました。映像が来ました。完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。このミドルシュートは威力もコースも完璧でしたね。今日のハイライトになるんじゃないでしょうか。キリアン・エンバペ、ここでボールを取り返します。アルバレス、ここでメッシ、決勝の舞台で見事な勝ち越しゴール。大変な喜び方ですね。この試合にかけているんだと思います。ここはキーパーの痛すぎるミスです。このプレーは痛いですね。このショックを引きずらないといいですが。さあ試合再開、フランスが追う展開です。これは先ほどの怪我の影響でしょうか。グリーズマン、タックルでボールを取り返しました。さあここからの展開に注目です。きた、ポストに直撃。おっと、ブロックでシュートを阻止しました。試合終了まであと30分あります。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。ここはカウンターのチャンス。しっかりとパスをつなぎました。うーん、いい流れに見えましたがフィニッシュには至りません。アルゼンチン、のフリーキックからのリスタートになります。パスをカットしました。
クルで止めに来た。ボールがこぼれている。アルバレス、試合終了まであと20分あります。アルゼンチンがここでボールをロスト。カードを承知の上でのファールにも見えました。アルゼンチンの選手にイエローカードです。激しく行き過ぎましたね。それはカードも出るでしょう。マテオ・ゲンドゥージ、クロスはファーポストへ。来た、フランスの同点ゴールで試合は振り出しに戻りました。リプレイを見てみましょう。この高い精度のクロスが決定機につながります。最後はドンピシャのヘッド、お手本のようなゴールでしたね。試合は振り出しに戻りました。メッシ、ロドリコ・デパウル、フアン・フォイス、ライン際フランク・ランパードに非常に激しく寄せていきました。ボールはラインを割ってスローインに変わります。フランスがフリーキックを得ました。フランスがサイドに空いたスペースを使っていきます。タックルでボールを外に出しスローインになりました。エンバペ、このボールは通さない。マテオ・ゲンドゥージ崩してきた。ピンチは続きます。ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。スコアは同点。ここでボールを持って点を取りに行くのか、そのままで良しとするのか。止めた。しかしボールが手についていない。ボールをしっかりとクリア。失点してもおかしくないシーンでした。今のが決まっていれば終盤で勝ち越せていましたね。相手のキーパーのスーパーセーブでした。はい、しかし相手の攻撃は途切れていません。ボールがこぼれた。これはオフサイドでしたね。ここでプレーが止まります。選手の交代が両チームにあるようです。ディバラ、ラウタロ、この攻撃が最後のチャンスとなるか。ゴールを同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。ディフェンスはヒヤッとしたでしょう。ボールを入れました。これはキーパーがファインセーブ。強烈なヘッドを防ぎました。どういったボールで来るのでしょうか。
ディフェンダーがクリアしました。ドローとなって90分終了。このあと延長戦へと入ります。サポーター90分で決着がつかず延長戦に突入です。ここからは気持ちの勝負です。いいパスです。視野が広いですね。キーパーが立ちはだかった。ラウタロ、アルゼンチンがサイドのスペースに展開してきました。いいクロスが中に入った。ゴールの上を狙ったヘディングでしたが、ボールはバーを越えていきました。タイミングは良かったんですが、落としきれませんでしたね。フォファナ、パスは通らない。フランスがボールを失いました。マテオ・ゲンドゥージ素晴らしいスキルで抜いてきます。一度クリアしたい状況ですが、危ないシーンが続いていましたが、これで一安心でしょう。ドリブルで相手ゴールに迫ります。ボックス内へ入れてきます。素晴らしいヘディング。リプレイが出ます。このクロスが最高でしたね。そして最後はうまく頭で合わせました。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね、この時間だと厳しいと思いますよ。延長戦後半のキックオフ、試合も残すは15分です。ベレトゥ、裏も見えていたのか。これはナイスインターセプト。エンバペ、おっとボールを失いました。ベレトゥ、パスは通らない。アルゼンチンがボールを失いました。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。チャンスにつながりそうでしたが、ここで相手のポゼッションに変わります。ここはカウンターアタックを狙うか。ビッグチャンスだ。ロリスが防いだもののプレーは続いています。危ない場面でしたが
これはイエローカードでしょうか。2枚目ですので退場になります。この日2枚目のイエローカード、退場です。いやー、出てしまいましたか。アルゼンチンの選手が交代します。マテオ・ゲンドゥージ。攻撃はここで止められます。アドバンテージを取っています。フランスの攻撃が続く。中にいる味方に渡ります。さあ、ここでホイッスル。4年に一度の FIFA ワールドカップ決勝という大舞台でチームは見事優勝に輝きました。スタンドも歓喜に沸いています。福西さん、ついに最高の栄誉を手にしましたね。はい、予選からここまで選手たちは本当によく戦っていましたね。一戦一戦試練の連続だったと思いますが、それを乗り越え、ついに頂点にまで上り詰めたんです。サッカー選手としてこれ以上の名誉はないんじゃないでしょうか。このワールドカップでの優勝を世界中のチームが夢見ていました。あれだけあった代表チームがふるいにかけられ、最後に残ったチームが今究極の栄光に輝きます。さあ、優勝トロフィーに選手が集まり、それを手に取って今高く掲げました。彼らが新たなワールドカップ王者です。福西さん、本当に優勝にふさわしいチームでしたね。はい、これだけのチームを作り上げた監督の手腕も大したものです。今思えば勝つべくして勝ったということなんでしょう。しかし本当に嬉しそうですね。